Yeah, yeah. Yeah.
Thank you.
ジェナの反応は消失。アーク側でも捕捉できていないわ。仕方ないわね。あなたもすぐに戻ってきて。アイリス起動。アイリス終了。ハーモニースクエアで操作中の全隊員に告ぐ。今すぐ指定ポイントへ集合願います。繰り返す。各自ポイントを確認の上集合願います。戻ってるんでしょ？聞こえてるわよね。それにしてもジェナ、まさか生身の人間がゲートを行き来するなんて信じられないわ。とにかく一旦みんなと合流して。心配したぞ。勝手な行動は自分だけじゃなく仲間にも迷惑をかけることを忘れるな。まあまあ、悪気があったわけじゃないんだからさ。さっきは出し抜かれたけど、次はこうはいかない。全員で取り押さえてやりましょう。アリシアさん、もたもたしてられませんね。まずは情報の整理からだ。アキラ、任せたぞ。了解です。ジェナ本人が現れたのは事実だが、行方は依然不明。集まった情報をさらって何か手がかりを見つけよう。まずそうだな、ここハーモニースクエアで目撃情報が多かった人物の特徴は？真面目に答えてくれ。他に何か気になることはなかったか？例えば不審な場所とか。そう、アークモール。
みんなも気にしてたな。どの噂話にもアークモールが絡む。じゃあそのアークモールで噂になってた、それだ。もしそんなものが存在しているとしたら、人の目に見えるってことはキメラではない。アークモールに関係した話他にもなかったか。赤い門から出てくるらしいな。ゲート発生で封鎖されたショッピングモール、門はゲートのことかもな。とりあえずこんなところか。ジェナが潜伏しているかどうかわからないけど、可能性が高い不審な場所は一つしかないな。これからアークモールに向かう。何があるかわからない。準備はいいか。何辛気臭い顔してるんだよ。名誉挽回のチャンスだ。次は絶対捕まえてやろうぜ。エントランスホールクリア。異常ありません。モールプラザクリア。生体センサー反応なし。一階奥通路までオールクリア。こちらも異常なしです。了解。ミツル・エイブリー・リーファはそのまま奥の様子を確認してくれ。わかりました。みんな行きますよ。本部、一回エントランスホールを制圧した。ホールに人影はないが、これまでに見たことのないコブのようなものが複数存在している。アイリス起動。こちら本部、状況了解。捜査を開始してください。今は正体不明の物体には極力近づかず、ジェナの捜索を優先願います。了解、行くぞ。君なほど静かに。本当にこんなところに潜んでいるの。さっきのコブ見たでしょ。油断は禁物よ。私を追ってきたつもりかもしれないけれど、それは違う。あなたたちは私に導かれてここに来たのよ。全ては計画通り。これ以上あの男の好きにはさせない。あの男。でも残念ながらこちらの準備もまだ完全じゃないの。少しだけ遊んでいてもらえるかしら。わざわざ来てもらったんだもの。退屈はさせないわ。本部、対象と接触。しかし対象は移動を開始。追跡します。
女のサポートに。ジェナの確保が最優先だ。わかりました、追跡します。気をつけろ。これが市民たちの間で噂になっていた食事の正体か。実在していたなんて。これもあの女。関連性は不明だが、何か知っているとみて間違いないだろう。捕まえれば分かることだ。そうね、早く追うわよ。
喜んで。ようこそ。心を込めてご用意させて。
アイリス起動。情報開示。アイリス終了。
力羨ましいとすら思うよ。どうした？ベースが落ちてきてるぞ。くそ。十分だ。そろそろ休憩にしようか。すいません、俺やっぱりまだ全然体調には及びません。気にすることはねえよ。お前はまだまだ伸びしろがある。これからもっと強くなってもらわねえとな。はい、いつも隊長に助けられてますからね。早く俺が隊長を支えられるようになりたいです。俺のことはいいんだよ。自分のケツくらい自分で拭く。俺のガキどもがさ、今度は刑事局への配属が決定したらしいんだ。あの二人が。成長は早いものですね。道理で俺も年を食っちまうわけだ。もう全盛期のようには動けねえ。情けねえ話だよな。だからな、もし俺に何かあったら、あの二人を気にかけてやってくれねえかな。あいつらお前にも懐いてるみたいだしよ。もちろんです、もちろんですけど、隊長にはまだまだ倒れてもらっては困ります。3人まとめてしっかり守れるくらい俺は今よりもっと強くなりますよ。さあ訓練を再開しましょう。ありがとうよ。頼んだぜジン。隊長！お前か。あいつは。さすがだ。俺が助ける約束だったんだが、面目ない。お前を見てると、マックス隊長を思い出すよ。見た目はこれっぽっちも似ていないがな。でも間違いなく隊長の子供だ。あの人にも今のお前みたいに何でもやり遂げてしまう凄みがあった。こんな感じで何度も何度も助けられたよ。あの人から学びたいことはまだまだ山ほどあったのに。ねえちょっと、私のこと忘れてない？なんとかしたいんだけど、一人じゃ無理そうなの。そうだった、すぐ行きます。アリシアさん、すまないが、アリシアさんを頼む。